買えたからいいやん。いいや。これで買わなかったらちょっと罪悪感すげえけど。あ、いや、マックとかも今日これ閉店、あ、閉店中と書いてある。あ、知らなかった。あ、今日早いんだ。いや、明日帰る。早いだぞ、もう。もうみんな家帰って、あれだよ。大晦日ではドラえもん見てんだよ。誰も滑ってねえじゃん、これ。いや、もう終わり。何これ。貸し切り状態、これ。貸し切りとかもう帰れって話。こっち近道、どっちが近い？どっちも同じ。180度なんだもん、これ。180度っておかしいな。いや、ただね、一つ言っていいよ。うん。すごいよ。あそこの店はね、リスペクトするよ、うん、対応が。うん。え、だって、それ閉店って気づかせなかったよ、あの店員、誰一人として。ね。いや、あれ本来あるべき姿だね。うん。すげえ、あそこの店の接客やばい。このサイトがあるのが私、広めてもいいぐらい。今度あれやめなきゃいけないの、唯一の店の人たちは追い出すからクレームくるんで、あれ。まあね、っていうかね、対しては1時までやった方がいいよ。いや無理じゃん。あのね、日またぐゲームって結構ありがたいやつ多いから。入れない人が多くなるから。あ、分かるけど、だから無理なんだ。好きな人にはやらせるの。プリパラとかさ、昔で言う。いや、そこまでやってる利益もないからね。あの日またぐとボーナスもらえる的なやつ多いんだよ、結構あのゲームって。王様っていうのがあるから、実は美味しかったです。寒い、帰ろう。なんかすげえありがたい対応してくれたな。これ箱明日、この真っ赤いやつ。ちょっと寒いからさすがにかかとなしは今履けないけど、春先が楽しみだな。ノリで買っちゃった、ね、ノリで買うって怖いわ。前回 かかとなしの買ってさ、24のやつ買ったじゃん、うん、まあ、その安いやつ。痛かったんだよ、かかとに当たってもろ、うん、で、なんか血出ちゃって赤くなって。だから多分ワンサイズ私大きくないとダメだと。多分裸足で履くことないから、あの手の靴は、うんうん、だからもしかして24.5でちょうどよく。とりあえず帰ろうぜ。じゃあ、まあ汚れてもしょうがないと思って全部白を。これはん。しれっと。何時までなったんだ今日。え、多分18時なんだよ今日これ。冗談抜きで。やべ、入んなきゃよかった。だからもう帰れなんだよこれ。やべ。だからみんな用意してんだよ。でもあの店の店員さん、何一つこうあれせず、お出ししますよみたいな。うん。大事なかったらお出ししますよ。だよ、だって、うん、帰れじゃないんだよ。やった神だな、リスペクトしよう、あの店はマジで。あれ本当に神対応ってやつだよ。うん、今年最後にいい対応していただいたから、なんか気持ちよく、ね、でも今日10年の神になる前に寝よう。明日仕事だから。俺ゲームやってていい？ずっと。あ、私の邪魔しなければ、うん、ずっと実況やってるから。ああ負けたーとか。やべ、目覚まし明日6時にセットしないと。騒がないけど、これだっけ、あれここじゃないけど、ね、もう一個行くの。あの、そう、ラコステちゃんの隣。騒がるのは本当やべで、明日早いから出勤で。ラコチ。それだけは勘弁。ラコステ。じゃあ明日ちょっと寒いけど早く散歩行くかね。ラコちゃんとコウちゃんの隣。あなたは母と2人でちょっと待っててな。寒い。ね、早く帰る帰る。あ、そっか、これ。あれか、このカメラの持ち方おかしいもんね。こんな持ち方で。あれ、通しとけ。うん、通したいんだけど、めっちゃ安い。いや、いや、もう帰る。お帰りの方は駐車券を入れてください。お帰りの方は駐車券を入れてください。ダメだ。イエーイ、0円で駐車券を戻した。駐車券は出口で行きます。よし、帰ろう。閉店です。